皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。お、も、て、な、し。正解はおもてなしでした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。や、ま、の、ぼ、り。正解は山登りでした。これから紅葉の季節ですね。山登りも気持ちよさそうです。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。く、れ、お、た、と、ら。正解はクレオパトラでした。世界三大美女の一人ですね。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。あ、げ、は、ち、小さいよ、う。正解はアゲハチョウでした。こちらは少し難しかったでしょうか。制限時間内にできましたか。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。
答え合わせです。はないちもんめ。正解は花いちもんめでした。子供の頃遊んだことがある人も多いのではないでしょうか。うまく並べ替えることができましたか。6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ち小さいよ。うねくたい。正解は蝶ネクタイでした。いかがでしたか。制限時間内に並べ替えることができましたか。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。とらいあすろう。正解はトライアスロンでした。トライアスロンは1974年にアメリカで初開催された比較的新しいスポーツなんだそうですよ。うまく並べ替えることができましたか。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ペ小さいつとし小さいよ小さいつふ。正解はペットショップでした。こちらは小さいつと小さいよが混ざっていましたが、制限時間内にできましたか。最後に難しい問題でしたね。問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか。それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。
答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した文字の並べ替え脳トレは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますのでご活用くださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。